いつもご覧いただきありがとうございます。今日はアルストタンクを作っていきます。アルストタンクとは燃料を入れたままのアルコールストーブを持ち運べる缶ですね。それを SB のカレー缶ですね、これで作っていきます。この中にカーボンフェルトをするだけです。最初に作ったものはこの缶の中に使用済みの使い捨て回路の中身を入れました。そして、何度か燃焼テストを繰り返したんですけども、火力が弱いということと、あと扱いにくいんですね。そして何より重いですね。これは使えないなということで、カーボンフェルトを詰め込むことにしました。カーボンフェルトの難点としては価格が高くて量が多い、面積が広いんですね。ですのでアルコールストーブを1つ2つ作ろうとする場合にはなかなか扱いにくい材料となります。そしてカーボンフェルトを詰め込む利点としてはカーボンフェルトがアルコールを吸い込みますのでひっくり返しても染み込んだアルコールがこぼれないということですね。そしてカーボンフェルトを使うことによって燃焼が柔らかくなります。この SB 缶のサイズですけども直径が5センチで高さが 5.5 センチです。そしてここがへこんでるんですね。そしてここ蓋の部分もへこんでます。それを抜くと中央あたりは40ミリの深さがあります。で端の方は45ミリぐらいですかね。ということでこのカーボンフェルトは外側に巻くやつですね。こちらが45ミリ幅になっています。そしてこちらが中央の方に巻いていくものですけども、こちらは40ミリの幅に落としてあります。これは耐熱塗料を吹きつけて今乾燥したところです。この塗料は熱を加えて硬化させる、そういうものですね。ですから実燃焼させていくうちに塗料は硬くなっていきます。最初にきつく巻いて缶に入れた後に広がる、そういうイメージでしっかり巻いていきます。なるべくギュッと巻いていきますですね。そしてこれで蓋をしてみます。蓋はできましたね。そしてこのアルスト専用の風防ごとくを売りました。これはダイソーの長い方の風よけ板ですね。ここにピンがあるんですけども、このピンの上までこれが73ミリになってます。つまりこの縁から18ミリのところにクッカーの底が来る、そういうような作りになっています。カーボンフェルトを詰めた後の重さですね、 35.6g ですね。風防はこういう形になります。そしてその合計の重さが 56.5g ですね。
それでは容量の確認していきます。まず 20ml ですね。また20ml ですね。次は 10ml。 カーボンフェルトがタポタポになる前に終わりにします。あ、50入っても大丈夫ですね。今 50ml 入ってます。それではひっくり返してみます。こぼれないですね。こぼれてないですね。水とアルコールの比重は違うんですけども、 50cc のアルコールを入れたらば 76g ですね。あの、水とアルコールは比重が違うので cc とグラム数では変わってきます。それではアルストタンクの燃焼の状況を見てみたいと思います。で、着火します。こんな感じの燃焼ですね。チタンのシングルマグで沸かしていきます。それでは沸かしていきます。乗せます。着火からもうじき7分ですね。炎は大きくなってきている感じです。10分、12分弱で98度ですね。12分弱で 300ml が沸きました。消火するときは こちら側ではなくて、こちら側を下にして蓋を閉じるような形でグッと押し込みます。で、しばらく置いとくと火は消えます。燃焼再生器の時の消火が少し難しいのがこのアルストタンクの難点かもしれません。湯沸かしを終わったアルストタンクの重さは 67.6g ですね。それではこれから白米 160g、 水 220ml、 これでいちご炊飯していきます。いちごより若干多いですね。今のアルストタンクの状況は、先ほど 300ml お湯を沸かしたその後の状況です。点火します。乗せます。最初の炎は小さいんですけども、時間が経つにつれ遮熱が発生して炎がこの風防ごとくから溢れます。そういう状況でいちご炊飯がうまくいけばいいんですけども、ただいまの時間は3時56分、気温は 17.6 度、副遮熱で鍋底いっぱいに炎が広がっています。
つもでしたら途中で弱火になるアルコールストーブを使っています。このアルストタンクはずっと強火ですね。そのまま上手に炊飯ができるかどうか試しています。今日の炊き上がりの目安としてはクッカーからチリチリ音がしてきたらば炊き上がりとします。あと焦げ臭い匂いですね。プツプツ音がしてきたので下ろします。15分ですね。15分で炊き上がりとします。下ろした時の燃焼はこの大きな炎ですね。それではこの大きな炎を消火します。こちら側ですね。それで今蓋を軽く締め込んだんですけども、中の空気が膨張して蓋が外れるようなことはさっきもなかったし今回もないですね。ですからこのやり方でしっかり消火できると思います。あとは冷えてからしっかり蓋を閉め直します。炊き上がりからだいたい10分経ちましたので開けてみます。鍋の底はこんな感じです。炊き上がりの味はどんな感じでしょう。欲を言えばあと2分ぐらい時間をかけて炊き上がりとしたかったですね。火力は少し強すぎたと思います。まあそれでも十分に炊けています。あとは蒸らしの時にしっかり保温することによって炊き上がりの時間が少し早かったとしてもちゃんと追い炊きのような意味合いで保温して蒸らしてくれます。そうすると美味しく炊き上がります。次は続けてラーメンを作っていこうと思います。 300ml 沸かした後に1合炊飯して今 51.8g になっています。これからラーメンを作っていきます。水を 500ml 沸かします。今4時32分、気温 16.4 度です。それでは着火します。着火から15分経ちました。炎の様子はこんな感じですね。明らかに炊飯の時に比べると炎が小さいです。ラーメン投入から5分経ちました。まだ燃焼は続いてるんですけども、もう沸騰するっていう状況は見えないですね。じゃあ鍋から下ろします。では火から下ろします。最後の方の段階に入ってますね。とりあえず煮えてはいますね。今日は続けてやりましたので何も具を入れてないです。まあ、ラーメンも食べれる状況にはなりました。大丈夫です。柔らかくなってます。ただいま26分経過しました。炎はこんな状況です。もうおしまいになりますね。
300ml の湯沸かしで約12分、そして1合炊飯それで15分、そしてラーメン作りで26分、 50cc のアルコールでだいたい1時間ぐらい燃焼した、そんな感じになっています。このアルストタンクは最初炎がマックスになりますね。そして量が減っていくに従って徐々に徐々に弱火になっていく、そういう流れになります。ですのでその燃焼の状況をよく把握して、例えばラーメンを一番最後に持ってくるのはやっぱきついですね。以上です。ご覧いただきありがとうございました。